あんた大事に来たの、またいつの間に来とったのね、いつの間に来てたの。ビスケットか、ビスケット、ビスケットもらいに来たの。またそーっと来るな、いつの間にかここに来てるよな、夜になったら。でビスケットを食べたらそのまま逃げるやろ。1枚でいいんか、1枚でいい。あ、おまちゃん、じゃあちょっとついでに話しとこうか。おまちゃん、おまちゃん仮面かぶってるやんかちょっとおまちゃん、おまちゃん、おまちゃん上向いて、暗いな。おまちゃん今撮影してるよ、そっと。あんたがいつの間にか来てたから。おまちゃん、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 おまちゃん仮面かぶってるやんか、パパな。あの仮面ってな、結構な、あの顔出さへんから、YouTuber って仮面かぶってる人って結構多いねんや。ほんで、あの仮面は、なにこれお手じゃないね、催促するな、ちょっと聞いて。あの仮面はね、ね、おまちゃん、あの結構有名な、あの日本の伝統のある仮面やねんや。で、あれなんか怖いとか気持ち悪いとかって言われてるんやけど、ほんなら、例えばやで、ディズニーとかの、仮面をかぶったら、そういうキャラクターの仮面かぶったらね、YouTube 上、その、著作権の侵害とかになるわけやんか。だからみんななんか、かぶってる人っていうのはそういうキャラクターで、YouTuber で仮面かぶってる人ってそういうキャラクターの仮面じゃないのかぶってんねんや。ほんで、パパも、何にかお面しようかなと思ってひょっとこに決めたね。結構ええやろ、ええと思うやね。そういう意味やね。かぶる、おまちゃん今日は。かぶらへんねえ、おまちゃん。でもあれで外をあれで外散歩行くのはちょっとな。公園とかに行って、その一角で撮影するんだったらいいけど、道をあれではね、行動を、あの仮面をかぶってはちょっと恥ずかしくて、あ、無理やな。で、おもちゃんと一緒に散歩行ったやんか。あの散歩の動画ね、公園行こうと思ったら、あんた公園行かへんかったやろ。公園行こうって言ったら、なんかもう絶対に公園の方行かへんかったやんか。次、あの動画今編集してるから、次の動画はその編集して出そうかな、おまちゃん。なあ、おまちゃん、これもちょっと待って、おまちゃん、じゃあ食べるか。もう一個食べて、ほんでひょっとこのお面でもかぶったところでおしまいにするか。逃げるね、おもちゃん。はいはいはい、はい、逃げるな言うても、まあ、じゃあ上向いて食べや。うん、まあそういうことでした。はいはいはい、あ、もう食べた、早いな。はい、うん、おしまい、おしまい、もうおしまいな、という仮面のお話でしたっていう、そういう動画な、おまちゃん。こういう動画もいいやろ、おまちゃん。はい、おしまい。